皆さんこんにちは。2022年プレミアム合格フルコースの全貌というタイトルですね、15分程度でございますがお話しさせていただきます。レック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。それではですね、2022年向きの宅建合格講座のですね、こちらご説明というかね、完全に宣伝でございますけどね、どういう内容をやるのかっていうのをね、お話しさせていただきます。で、実は、レックですね、こちらパンフレット今日は用意させていただいてるんですが、講座としてはね、いっぱいもういろんなのがね、あるんでございます、コースが。でその中で、早い時期からやる方で一番おすすめの、講座、それをね、今日は全体をね、どういうカリキュラムになっているのかをご説明させていただくんですが、まずこちらのプレミアム合格フルコースというこのお名前のコースが、一番おすすめの講座です。で、一言で言ったらもうプレミアムなんですね。全てが合格のために必要なものが全てが詰まっているというような感じです。で、スーパー合格講座34回演習、そして模試、そして直前講座、そして合格という、かなりね、回数多くなってますよね。これしっかりやっていただいて、聞いていただいて、ご自身復習していただいて、自分なりに勉強法もちろんあるとは思いますがね、まずこれ合格に必要な要素が全て入っている。で、まずどういうことをやっていくかということで、その全体像ですね、お話しさせていただいています。で、まずはスーパー合格講座という講座名の講座があるんですが、全部で34回あります。2時間半を34回、結構ボリュームあると思います。権利業法制限免除、これがラインナップでございます。で、もちろん通信も生クラスという教室で、ね、先生が前に立ってねやるクラスとあるんですが、共通です。で、全部すべてね、範囲決まってます、1回1回だから、例えば休んじゃった時に通信で見るとかね、別の校舎で同じ回乗り入れとかね、そういう形で、34回、1回休んじゃったらもう見れませんかなんてことは全然ないんで、いかようにもね、フォロワーできているんでね、やりやすいと思いますが、この34回のスーパー合格講座は、まずこのレックの期間講座で一番宅建の中でメインの講座です。全ての講座、さまざまな講座の中の全てのもう基本のみっちりとやったね、基幹講座と呼ばれるもうしっかりした講座でございます。これ法律ゼロから安心、合格に必要な知識を、重要知識をインプット、まずは理解するってことです。本読んで理解というのももちろんできる方は多いと思いますが、法律用語は難しいし、あと資格の学校の本ってね、やっぱうち3冊あるんですけど、1冊の本いいんですよ。で、1冊の本も悪くはないです。ただどっちかというとまとめなんですよね。で、どうしても一冊本だとね、ただの暗記になっちゃうんですよ。そこをちゃんとなんでそうなるかとかね、理解をしっかりしながら組み立てていってやっていくという、あと事例を挙げながら分かりやすく説明しておく、これがスーパー合格講座34回でやる講座です。で、インプットで知識を入れる、理解して入れる作業をやったら演習です。アウトプットと言いますが、そのアウトプットというのは問題を解くんですが、この問題を解くというのはね、解いてりゃいいってもんじゃないんですよ。例えば問題解くのって皆さん自身がやることじゃないですか。だから、ね、インプットで理解したらあとは問題やるだけしようと、で問題やるだけしようって、問題やっててね、じゃあ合格するかというと、もちろん受かる人もいます。だいたいね、私は思うんですよ、ね、勉強というのは一人やるもので、私はね、もうそもそも自分がね、勉強するというか独学が基本なんですよ。だって勉強は自分がやるもんだから。だからやっぱりね、効率よく早く理解、そして本読んだ理解だとなんか違った解釈をしていることがあるんですよ。で、そういうのが時間を無駄というか迂回している、もしくは試験まで修正できなかったら違うことを覚えてたりする。それはまずいじゃないですか。だからまずは理解でバーッと正しい知識認識を持って、ね、でそれで問題解いてやってて普通に受かっちゃう人もいます、受かれる人もいます。ただね、この演習やってて、例えばよく過去問やるって言われるんですよ、宅建試験で。で、過去問やってて合格はするんですが、これが最近ね、過去問やってるだけじゃ受かないんですよ。過去問の答えを覚えてるだけなんですよっていう方が結構多いんですよ。これ講座受けててもいます、それでおそらくね、演習講座をちゃんと意識してるというよりは、多分結果だけ覚えようとしてるんですよね。だからインプットやってもアウトプットをちゃんと正しい方法でアウトプットやらないと、問題やって問題無理やり覚えちゃおうとするっていう勉強はよろしくないというか、合格しないとは言えません。力技で受かる人もいるんで、でもね、合格しにくいんですよ。
だから過去問をしっかりやったのに合格しないんですって方は演習足んないんですよ。というか演習の仕方が悪い可能性があります。どっちかというと過去問をやれって言われるんですけど、宅建試験はそう過去問をやるのは確かなんだけど、過去問を使って過去問を勉強する、過去問で勉強する、だから覚えるための白問じゃなくて過去問の大事なところを把握するためのものなんですよ。だから演習の仕方も、ね、例えば×だったらなんでそれが×なのかって理由言えるのは当たり前で、例えば丸っていう足も丸どころをどうやったら×になる、どこをどうやって×したら他の人引っかかるかななんてそういうのを考えながらやるとね演習が充実するんですよ。そういうのをやっていくのがこの講座、演習の講座です。まあ問題解いて解説、問題解いて解説ってやっていく、ね、その中でいろんな視点を身につけるというのがこの演習講座です。でこれで演習っていうのは、まあ、大体あの通信だけでね私やってますけど、あのこちらスーパー合格とちょっとセットでねもうやってるような感じです。あとマスター演習というのは15回、5回5回5回それぞれの分野5回ずつで、まあ、重要な問題1問1答やって4試択1やってっていうね、あのやっていくという講座、演習というものを身にやり方を身につけるためですね。あと出た順必勝総まとめ講座って大体ね8月ぐらいから始まるところが多いと思います。これねあのアウトインっていうんですけど、インプットやってアウトプットやる、そしたら直前期ラスト2ヶ月ぐらい前からアウトやりながらインやるっていうね、要は問題解きながらその周辺知識を入れていくっていうのを出た順必勝総まとめっていうのでやっていきます。問題を解きながら、だから演習の位置づけなんだけどインプットなんですよ実は、っていうのが出た順総まとめ講座って言います。そしてもし、レクはねおこんなにあんのぐらいありますよね。2回3回1回全部で6回、うわで他にもね0円模試とかね、あと1000円で受けれる実力診断とかね他にもあったりして、ね、これオプションなんですけどねあるんですけど、なんか模試いっぱいあるんですよ、うん、でね模擬試験というの、あのこれねいる人いらない人もいるんですけど、やっぱり模試こんだけやってちゃんと復習正しくやってたらもう同じような問題出るわいって、こんだけやってるよね、うん、っていうところもあるんです。だからこの模擬試験で実力をアップするというか、まあ、模擬試験はいい点取るためにやるというよりは弱点を見つけるためにやる。で弱点、基礎編でも実験でも間違えたところをしっかりものにするように段階を打っていけば実力上がっていきますから、そして最後ファイナル申しってやって仕上げる、うん、仕上げる状況を見て仕上げる。で直前です。で直前って不安になるんですよ。でねもうあの直前でね来なくなっちゃう人います、毎年。いやもう自分でやるからってね。ところがねやっぱ受験生ってねどこまで行っても不安なんですよね、直前期ね。だからやっぱ講座に来るとモチベーション上がったり、知らなかったところとかあやふやったところに気づいたりしてね。この直前講座で究極のポイント300攻略講座っていうのは300個ねあの一問一答があるんですよ。で300権利業法制限っていう分野で全部で300、これまあ3日にわたってやる場合と1日のね立て詰めでやる講座あるんですが、これね300ポイントね究極なんですね。あの大体試験で持っていくところってもちろんあのポイント数とか、まあ、論点とかってあの知識ってもう 何千何万もあるわけなんですよ、うん、だけど全部ねあやふやにやってたら知らないと一緒なんですよ。究極のポイント、要は1万のあやふや知識は、うん、あんまり武器にならないんですよ。それよりも100の確実な知識の方が試験という戦いでは武器なんですよ。だからその究極のポイントを300ポイントやっていきましょうっていうね、これ究極のポイント講座って言います。あと試験に出るとこ予想会っていうのは、実は模擬試験というのはあの50問出しますけど全部予想じゃないんですよ。こんなん絶対出ねえだろっていうのもね、例えばファイナル模試とか出すんですよ。なんで出すかって言ったら本試験もそうだからです。本試験もあの50問だから、これね試験って振り落とすための試験ってやっぱり多いんですね。で一応宅建試験は 15% とかだから、要は100人受けたら85人は受かんない、落ちるんですよ。15人なんですよ合格するのは。やっぱある意味こう振り落としですよね。ってなった時に、例えば学校の定期テストだ、普通のね中学校とか普通の小学校とかね、公立の中学校小学校だと学校でやった勉強ちゃんとやってたかなみんなっていうことなんですよ、うん、だからまあはっきり言ってね、満点取って当たり前なんです、うん、当たり前なんです。もう小学校のテスト中学校ですよ、もう満点当たり前なんです。だって学校でやったことやればできるんだから。ところがねこの資格試験とかは違うんですよ。
まあ、あの世の中 の、ね、あの大学の受験の入試とかもそうだと思いますよ。で世の中の試験って要は満点なんて取れねえんですよ。範囲広いし膨大だし難しいし難問出すんですよ、うん、その中から大事な問題をちゃんと取る、分かんない問題を瞬時に分かんないって判断するのもね能力なんですよ、うん、だから模試とかでも何これ見たことないんだけど出します出します。えところがデリトコ大予想会は50問全部予想満点作ってるっていうのが特徴なんです。だからまあ50問本気で当てにいってますよみたいなのがこの予想会なんですが、これ直前講習であります。あと6点アップ駆け込み講座2回なってますが、だいたい1日であります。前日講座なんですこれで、ね、あのとにかく6点アップ直前駆け込みってこれ一番おすすめなんですよ。私は私の中で、でのなんでおすすめかっていうと、その内容的なものはこっちの方が濃いんですよ。ここら辺のがね。でもこの前日の講座って普通前日なんて家にいるじゃないですか。 家にいてゆっくりするとかね、前日まで講座なんて来んのっていう、まあ最近は違ってきてるんですけどね、まあ、昔はそうだったんですよ。でも前日って不安なんですよ。でね、不安でだいたい前日とか何にも講座とか行かないで何にもしないと、じゃあ朝起きんじゃないですか、ね、起きて、あ明日試験だから勉強しなきゃってなって、試験で勉強しなきゃ、まずじゃあ机を片付けようって片付け始めると、なんかね掃除しだすんですよね。で掃除しだすとね、懐かしいアルバム出てきてね、懐かしいなとかね、漫画とか、うわ懐かしいなみたいな、ね、うん、試験の前日にね、ドラゴンボール全部読んじゃいましたと、何やってんだお前はと、何をしてるんだお前と、要するに全然違うことやっちゃうんですよ。で夕方ぐらいになって、うわ今日一日損したみたいにね、いやいや前日この6点アップって本当基本的なことばっかなんですよ、それも大丈夫大丈夫大丈夫ってこう噛み締めていくことによって、本試験テンションマックス、そして自信マックスで挑めるという、だからそういうモチベーション的なアップと、あと精神的な衛生上良くなるという点で、私一番おすすめなんですよこの講座の中で、っていうのが直前6点アップ駆け込み講座というのがあります。まあ、通信だといつ聞いてもいいっていう話なんですけど、生クラスだとねもう前日やるやつなんですね、でこれで仕上げてはいゴーという、それがこのプレミアムフルコースでございます。ということで、まあ、このプレミアムフルコースというのをこれやっとくと、まあ、とりあえずね全部その必要なものは身につくかなというところをおすすめです。であとね、もし皆さんがもしレックのね、あのこちらあのパンフレットを手にすることがあればね、あの実際この、まあ、26ページあたりにこの講座、どういう講座なのかっていうね中身説明もありますんでね、まあ、そこら辺、あとはまあ学校にね来ていただければね受講相談みたいな形でね、できるところもあると思いますんでね、まあ、ぜひねあのレックを活用して合格していただければなと思っております。以上でございます。はい、まあ結局あの宣伝には終わっちゃいましたけど、まあ、レックはこういう形でね全体的に講座をやってるというね、ところをねあのお話しさせていただきました。でちなみに私はねあのスーパー合格講座と、あと総まとめますデタ順、ちょっとまだどうなるか分からないですけど、あのこの間スーパーマスター演習っていうのは収録でね、あの皆さんにお会いできますんでね、あのぜひよろしくお願いしますと言ったところでございます。はい、まあ、何はともあれ皆さんがどういう方法を取りにして、もうね2022年合格するって決めて頑張ってやってください、ね、もう受かればいいな程度じゃなくて、絶対受かると決めて合格してきてください、ね、皆さんのご検討を祈ってます。そこでレックが皆さんの助けになればというところでね、皆さんのご検討をお祈りします。それでは、本日ご清聴ありがとうございました。